やってまいりましょう。手持ちの手もすべて紹介し終わるまで終わります。線続きましたラーヤと竜の王国よりラーヤやってまいりましょう。スコアレベル1で50点か。これ伸びしろあるのかな。そのあたりが結構気になるところですね。でこれは確か4月に登場した新ツムですね。の一つですね。で、このどのくらい前、めっちゃラーヤ目立つな。めっちゃラーヤ目立つじゃん。早速スキル見てみよう。おー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 おおお、なんかスターウォーズっぽい動きしましたね。スターウォーズのなんかスピーダーとかに乗って走ってくる、そんな感じのツムでしたね。あんな乗り物あるんだ、すごいかっこいい。そうそう。で前何パート前かで一緒に出てくるそのシズーだったかなっていうドラゴンもプレイをしたんですが、まあ通称ニギハヤミコハクヌシ、またの名をハクっていうね、どっかのジブリに出てくるキャラクターだったんですけど、ディズニーの前でジブリの名前出して大丈夫かな、なんか不安になってきた。まあいや、名前出すくらいだったらそんな何も言われないでしょう。はい、ということで乗り物乗ってぶっぱしていきましょう。くる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 、なんだろう、あれどんぐりを回ってんのかな、車乗り物。うん、どんぐりが回ってる、そんな感じがしますね。まあまあそれはいいとして、そう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 。でニギハヤミコハクヌシが出てきて、で線をね助けて帰っていくっていう、そんなツムを紹介したんですけど、このラーヤとそのシズーだったっけな、うん、まあハクハク、うんうん、と一体どういう関係があって、この作品は一体どういうものなのかっていうのがまあ気になりますよね。さすがに最新作なんでまだ見れてないっていうのがあるからな、うん、よいしょ。じゃあもう一回スキルにしてもなんかあれだね、結構消してくれるから溜まりやすいな。それと今回、あでも意外とね、今回の粒の配置がいいなっていう感じはしてる。うん、もう一回行こう。まあで安定して22個消すっていう感じかな。さっき28個消したけど、多分22個くらいが限界な気がす、あ限界というかアベレージな気がしますね。はい、ということでね、次回パートから期間限定粒たちが登場しますので、ぜひ楽しみに見ていただけたらと思います。では次回お会いしましょう。バイバイ。